はい、こんにちは、えー。協定カメラマンチャンネルです。はい。えー、実はですね、今日は皆さんにご報告と、それから、まあ、あの、感謝の気持ちをね、述べさせていただきます。っていうのは、えー、昨日の深夜に、えー、登録者1000人超えました。 あちょっとなんかやっとほっとしたなっていう感じですけどね、まだ、あのーまあ、収益化のね、の条件はまだちょっと足りてないんですけどね、まあ、とりあえず、まああのー、気持ちとしてね、えー、区切りが一つついて非常に良かったなと、まあ、8ヶ月かかったんですけども、その途中でコロナになってしまって、2ヶ月ぐらいね、あのー、協定上にも行かず、えーまあね、広めちゃまずいんでね。 あの治ってからも約半月ぐらいはね家で、えー、外出ないようにしてたのであのまあとりあえずまあ実質どんくらいですかねあの半年ぐらいの、まあ、パワーフルパワーで頑張ってそれであと、まあ、あの研究師,師匠に出会ってその研究師匠の,あの仲間の人たちにもね、えー、恵まれたおかげで、えー、まあほ まあ、今回はね非常に恵まれたなと。であとまあ私も元々競馬出身だったんですけどね、あのー、競馬場ではねあの馬の写真とかね、まあ、個人で撮るのはまあまあいいんだけどもあネットにさらしてはいけないという、まあ、そういう条件もあって、あのーまあ、競,競馬の方はちょっと。 離れてそして玉川協定の方に、えー、ちょっと打診したところをあの取らせていただけるということになってまあそういう協定上もねそんなにあるわけじゃなくってねあの取っちゃいけないとこも結構あったりとかまあいろいろあったので、えー、もう本当その辺もねあのラッキーだったなとでまああのそうですねあの、まあ、研究師匠と話してても思うんですけどもやっぱり すごくお客さんが減っっっっててててしまってるっていうのもあってね、まあ、今あの結局ネットで買う人が多いからだけど、まあ、実際こういったとこ来て買わ,買わないとねあのやっぱり予想屋さんなんかも、まあ、来てもらってなんぼのとこもあるしそういった意味では私も協力できていいなっていうのもあったりまたあとそうですね玉川協定自体が 盛り上がってくれると、まあ私もね、お客さん多いとき、なんとなく私もね、嬉しいしね、まあ撮影するときはね、あの人いない方がまあ楽なんですけどね、まあでもやっぱり人がいるとね、いないとじゃ、盛り上がりがね、やっぱ全然違うしね、選手もね、あの勝利者の後にあのに、ね、パレードやるけれども、全然人まばらだとね、うん、なんか、 自分は本当に選手なんだろうかなって思っちゃうの部分はあるかもしれないしねやっぱりあまああの現場で面白いっていうこういうのっていうのはね競馬にはないんですね競艇ってね本当にあのそのなんていうかなあの予想屋さんを囲んでコミュニティがある程度できていてで あのよく予想をポンと買うだけで終わっちゃうかもしれない人もいるけれどもああいうところで、まあ、この選手はこうなんだよとここで、えー、差しを抑えるために、えー、出足の速い、うんあのー、そういうまくりがあるとかね、まあ、そういうのも、あのー、何やってんだろうっていう、まあ、素人にはわからないようなことを、ね、いろいろ教えてくれたりとかいやそういうのを込み込みで100円払って。 予想を向かううっていう、まあ、ある意味すごくお,お安くいろいろ楽しめるっていうのがねこういうのってね競馬場じゃないんですよねやっぱりこの玉川協定っていうのはもう予想屋さんの数も多いしねまあそういった部分も僕にとってはあのラッキーだったなと、うん、でまああのー、ねお客さんも質多い人い,いい人多いんですよね あほんとね喧嘩だとか見たことないしまあそうですねで荒っぽい人もいない時々プラプラって歩いてたら「お兄さんお兄さん新聞あげるよ」っつって <laughs> くれたりとかするしねなんかねこういうのってあんまりないですよねこの世界ねうんだから、まあ、ぜひぜひねあの来てもらって、えー、質のいいお客さんね <laughs> 喧嘩するような人は来ないでほしいけどさ うんまあ、そういったね、最近の若い人もすごく、あ,のあれですよね、コミュニケーションの取り方、うまいですよね、だから、あのー、ねあの、アロっぽい感じにもならないしね、ぜ、ま、ひ、あまあ、若い人たち、どんどん来てもらって、えー、楽しんでいただきたいなと、まあ、その一助になれたらいいかなって、まあ、僕も、まあ、これやってて、一つ、うん、楽しみができたなって、まあ、そんな風に思ってますね。 はい、じゃあ、んで、その記念なんですけどね、えー、今日のね、深夜にね、1000超えるだろうなっていう、ちょっと、目論ろみやじゃなくて予測ができたんですよ。なので、今日はね、えー、全レースちょっと参加してみて、それで、まあ、回収率がどんくらいになるかっていう、そういうゲームをやってみようということで、<laughs> ゲームっていうかね、チャレンジですね。で、まあ、回収率どんくらいになるかというのね、 あのーまあ、競艇はね比較的ね、あのー、当たる確率は高いんですよね。はいまあ、とりあえずそういったことで、えー、ちょっと実験レースということで、えー、見ていただきたいなということであ画面はあ阿波勝也さんですね、はい、ちょっとこの方で僕はすごく、うん、競艇に興味があ、あのー、深くなったんですけどねはい、まあ、そういろんな人がいるので。 そういったところをちょっといろいろね解説しながらいきたいなとであともう一つちょっと名前のこととかね、えー、ちょっと少しいい発表したいこともあるのではいじゃあちょっと今日のね動画すごく長くなると思いますけどどうぞよろしくお願いしますはい、えー、それではですね競艇場で、えー、1レースから最終レースまで、えー、全部勝負してみた っていうことなんですけど途中で、ね、食事取とったのでねあの全レースというわけにはいかなかったんですけどもはい、えー、これ、えー、1レースですね予想としてはあ2連単で1から2、3、4、ね、これをね、えー、<laughs> あの、まあ、すでにねショート動画でねあ,あの上げてるんでね勝ったか負けたかはすでに、えー、見た人は見たでしょうけど まあ私も勝ったかどうか忘れちゃったりとかしてるんですけどね。はい。まあ、こいつはね、あの1レースでね、あの伏見選手っていう、こ,こいつなんで,いいです、ね、このレースはね、この大外からガツッとね、持ってったんですよね。これね、まくりでね、まあ、阿波選手がね、こういうの得意でしたけどね。でも <laughs>、結局ですね、あのそうですね、まあ、もちろん、一番、 人気だった一番がねあのトップの方に行ってこの伏見選手って B1 の選手ですねで、えー、そうまあ成績見ると4と、1、2、6、6、3とそれほどね振るってたわけではないんですけども32歳で若いしねあの一気にねまくってやろうということで来たんでしょうね。 で杉山選手は A1 の選手でねあの、ここまで成績は4、3、5、2、1、転覆に 3, 3着という感じで、<laughs> そうですね、優出の方にはいけなかったとっいうことですけどね、うんまああの1、1番は1着、これはまあ、ね、まあ、競馬で言えば単勝当たりましたってとこですけどね。 紐がうまくいかずに、えー、ちょっとこのまんまこんな感じですかねはいえー、ゴールの方に向かってるとこですけどもはいやっぱり6番ですね最初の1発目のね大まくりが決まりましてその次はな、これはどれだろうどれが来たんだっけ えー、そっか2が来たのか。うーん。まあでもちょっとね、この3連単が5000円超えたってことで、まあしょうがないかな。私ちょっとね、荒れるのは今んところまだでね、苦手ではい。はい、終始 <coughs>、はい、はね、マイナスの300単位ということで、はい、次ですね。 はい2レースはあーあーそうですね1213の2連服っていうことですね。ということで、えー、一発目はねマイナスの300単位っていうことであのー、ねあの一応これね、あのー、回収率でいきますんで、えー、単位でねいくら具体的な金額じゃなくてね単位でちょっといつも私し出してるので。 はいここはね私は1を頭に考えてね2三をケツにね引っ張っててくれればいいなと思ってそしたらまあ2が、はあ、頭引っ張ってくれたのかこれかなこれはねでちょっとね4とか来てねちょっと恐ろしかったんですけどねはいはい <laughs> でそうですねもうこれは まあランクから言ったら A2 の相原がいるんでね、えー、多分これが絡んでくれるんじゃないかなということで、えー、2連服にした方がいいかなと思ったんですよねでこうやって見るとうんだこれは2と1っていう感じですかねでですねちょっとさっきのねあのー、まあ このチャンネルの方向性でちょっといろいろとねあの考えてることのちょっと続きなんですけど最近ねあのあの何人かね <laughs> 私のチャンネル見てるってねあの言ってくれる方があ何人かあえおりましてでその方たちがね声かけてくれる時に非常に言いづらそうにきょってカメラ っていう感じになっちゃうんですよねそれもね、僕もね、協定カメラマンなんてね、なんか非常に言いづらいんですよ。と <laughs> いうことでね、あのちょっとね、通称ちょっと考えようかなと思って、まあ一番言い,いやすいのはカメさんがいいかなと、カメラカメラマンの亀をとカメラのカメラのところを撮って、カメさんって呼び方にね、通称をちょっと作ってこうかなと思ってるんですよ。 はい。あの、まあ、僕もね、ちょっと、連続でね、<laughs> あの、こういうふうに撮ってるんでね、なんか、長く話はできないですけどね、もう声かけられた時は、まあ、一応、あの、ご挨拶はさせていただいてます。はい。本当、感謝しておりますので、もう皆さんのおかげでね、っていうかね、あの、声かけてもらった時にね、あ見てくれてる人いるんだなっていうのをね、途中ね、あの、くじけそうになっちゃった時あったんですよ。まあ、いや、方向性がね、あんまりよくわかんなくてね、っていうことで、あ、ちょっとその前に、 214で決まりまして、えー、やっぱね、連服にしといてよかったですね。でじゃあ、いくらになったのかっていうと、はい、じゃあ、ちょっと次出ますけど。で、えー、結局ですね、三連単が8000ですね。これね、やっぱちょっと荒れましたね。で、収支としては、まあ、ね、200、う <laughs> 12ね。 これね、えー、280円なんで、はい、えー、っと、まあ200円、うん、200単位でいってるんで、えー、プラスの80円で、ここまでで、マイナスの220単位ということですね。はい、次3レースですね。これが、ああそうですね、B1、B1、B2、B1、A1、A2 という。 まあそういうものなんです。そういうね、人たちの、うん、組み合わせですけどね。やっぱここは、あの中野次郎、A1 の選手ね。この方を中心に見なくちゃいけないけど、まあ、5, 5コースなんですよね。なので、えー、ちょっと怖かったんですが、一応ね、頭には持っていけないなということで、やっぱり、えー、コース、ね。 コースの有利なあ1 2、1, 2のところを、まあ、少し狙いながらもあでも、やっぱり、うん、どうかなあの、オッズ的には、ね、あの深見選手の方が、ね、上だったみたいなんで、はい、えー、それで2番と5番と6番っていうそれのボックスで2連復とあのちょっと。 ちょっとね、難しいレースだと思って、256、えー、256、ね、で、24が最初来ちゃったんだね。でもね、ここでね、さすがね、あのー、A1 のね、中野二郎選手がね、やっぱりちょっと食い込んできたんですよね。で、えっ、ー、と、まあ目論ろ通どり、えー、2番。 2番がちょっと頭にきてここでねあのー、そうですね中野次郎選手か後藤選手この2人がちょっと頑張ってほしかったんですけどやっぱね中野選手がいい感じで追ってくれたんですねで1番ちょっと来た時ねいやこりゃ参ったなと思って見てたんですけどもねこれがねえー、とさすが A1 レーサーサですよねやっぱりちょっと年齢ねもう、えー、42歳かあまあでも年取ってはいないよな年取ってはいないからまあこれからどんどんねうんうんまだいいんじゃないかっていう <laughs> うんはいもうすごいね女性に人気あってねはい二郎ちゃんロ郎ちゃんと呼ばれて、えー、垂れ幕もねロ郎ちゃんになってますけどね あのね、見事優出もしたし、まあ今日もここでね、前半のね、レースですけども、あのー、きちんと成績を残してくれたということで、えー、2番、5番、1番っていうまあ順番になりましたね。ということで、えー、ここはね、とりあえず、 的中ということで、300単位に対してどの程度の収支になったかっていうところが注目だったんですけど、えー、もうそろそろ出ますけどね。はい、二五251、<coughs> 251 25、ちょっと、うん、まだ3連単をやるほどの能力は私には欠けてるなということなんですが、251、でもね、 2号が560円なんで、収支的には300単位を,を使って560だから、プラスの、えー、260単位ということですか。で、えー、ここまで収支で見ると、総合では、まあ、プラス40単位ということで、なんとかプラスの方に、えー、転じたという感じですね。 はい、えー、次4レースですね。えー、これも、藤、えー、田選手とかね、えー。レーサーとしては B1、B1、B1、A1、えー、B2、それから A1 ということで、A1 が 4, 4番の前澤選手ね、それからあ 6, 6コースのね、えー、佐久間選手、この A1 選手。この 2艇、ね、がやっぱり中心に考えてそしてやっぱコースの強い伏田選手これをね2、えー、連服で、えー、着実に当てていこうと、まあ、そういう風な腹で、えー、始めまして、えー、予想は2連服そして、えー、146ボックスということで、えー、この寒空走っていただきますけれどもあれもう出てるのかなっていう。 ちょっと音消してるんでね、今ね。はいえーとですね、<laughs> 今日はね、これね、あの空もね、寒いけどね、予想屋さんもね、相当苦しんでる説でしたね。っていうのは、あの、もうね、かずちゃんもそうだし、えーそう、研究師匠もね、かなり、えー、かなり <laughs> 苦しんでましたね。 カズ、えー、ちゃんっていう方もね、えー、私本当世話になってるんですけどもあの的中率はね本当日本一とか言われてるうんねあの硬いのとかね、えー、中穴あたりには非常に高い的中率を誇る方ですけどはいあちょっととりあえずこっち見ないとダメだなえっ、ー、とやっぱりね1と4ね で、えー、黒いの来てるな、これ。2か、2が来てるけど、やっぱり4、4ですね、前澤選手があいい感じで、えー、来てるんで、なんとなく安心して見れたかなあの、1はね、気持ちよく逃げてるしね、ここに前澤選手ですよね。 まあ2のね、あのー、あれこれ、なんて読むのかな矢,矢後選手というのかな、えー、?57 歳の選手ですけどね。えー、B1、うんえー。そうですね。えー、まあまあ,あ、抑えることができるんじゃないかなと、うんね。前澤選手が抑えることができるんだろうと。まあ、そういう感じで、ある程度は安心して見てたかなこれはね。うん ここまで来たらいい感じかなと、うん。やっぱり強弱とやっぱりコースっていうのが大きいっていうことは、まあ、あのこの辺はカ、ね、ズちゃんにね教わったことですけどね。はい、やっぱりコースが一番。うん、コースがな何よりも一番だということでね。まあ、藤田選手ね。 あれ伏田選手って伏田でいいんですかね。ちょっと私ね、名前の呼び方がちょっとよくわかんないですけどね。41歳、52キロ。うん。ね、ちょっと前澤選手56キロもあったんだね。で、野望選手っていうかいいのかな。これ57キロもあったし、やっぱ体重っていうのは大きいみたいですね。 はい、あこれも、あの、かずちゃんに教わったことですけどねああの。研究師匠にもね。体重でその人のやる気を測るっていうのはね、あの基本の中の一つらしいです。もうこういうの教えていただいて本当にかったですね。<laughs> 本なんて買ったわけじゃないし。っていうかね、あ、本一つだけ買いましたけどね。はい、1、4、1, 4, 2で決まって、えー、これは、 <laughs> 6が来なかったけどね。まあまあ,、まああ、2を抑えた4の勝ちということで、ここまでが、えー、っと、そうですね、300円使って、えー、収支、えー、配当が250円ということで、収支、えー、マイナス50単位ということになりました。<laughs> で、ここまでがね、マイナスにい、えー、ってしまって、マイナス10単位ということになりましたけどね。 やっぱり、えー、連服の場合は2単位、えー、そうですね、2つぐらいしか買えないですね、本当はね。だから、まあ、このやり方、いずれは卒業したいなという感じはありますね。はい、えー、次はですね、五、えー、5レース。はい。このレースではね、あの、宮野原選手がね、出るっていうことでね、ここではもう非常に、ダ、え、ン、ー、トツの強さを見せているので、 まあどんな風になるのかなと、まあ、6コースだけどね宮ノ原なら絶対なんとかやると思って見ていたんですがおい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 と後ろにやっぱすごいなと思って見てたんですよこれもう1着いくんじゃないかっていう勢いでねこれ16完璧だなと思って見てたんですけどもこのレースねなぜかね宮ノ原途中で失速しちゃったんですよねこれ何なんですかね いや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 もう僕はねここでね1着になるんだな,かなと思ったらいきなりこれですからね <laughs> おい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 って感じで <laughs> 何があったんだってで結局ですねこれあれたんでしょうね <laughs> 16は外れましてねさっきねうんどうなのかなもうさっきマイナスにね転じてしまったんだよねここはまあ あのそうですね、プラスに持っていくためのレースだったんですよね。ところがっていう感じで、おいおいおいって、宮野原どこ行っちゃったんだよということでね、まあ、これはもう間違いなく、うん、2着に持っていくのは無理だなという、俺はあ、あんたを中心に取ってるんだよっていう、もうこれ、もうね、3着にも入れないようなね、ポジションにも来てしまって。 だやっぱねあの機会もあるけどあの、まあ、天候もあるしね風のせいとかいろいろあるしあと気持ちの部分もあるしねな、まあ、選手だからねあの人間だからね突然下痢しちゃうなんてこともあってねお腹痛くなるとかねそういうのもあるだろうしねだからまあ女子だったら女子でねあの月のものもあったりとかでやっぱ気分悪くなったりとかやっぱあるだろうしね。 こういうのっていうのはねやっぱり人間がね入ってるからねしょうがないですよねうんあのー、これねこれで決まっちゃうってことだねでね143で3着にも入れなかったんですよねこの時宮の原ねでどうなっちゃっ ということで、収支がね、あのー、マイナス100単位ということで、結局さっきマイナス10にしたのがまた110単位ということで、えー、ちょっと大きく、うん、下げ始めてきてるんですねで。でもやっぱりこれね、宮の原負けたからね、やっぱ数値もね、7800円。で、2連2連位が2180円。ね2連服でも変わらず2100円と。 まああね、6番人気でも、ね、これだと聞け,けど、まあ、強点者はちょっと高かったなと。いう、はいえー、次ね、ねちょっと、ね、2レース分ちょっと飛ばしちゃったんですけど、ね、食事の時間とか、あと研究師匠に、えー、SG のね、あのー、撮影とかやってたんで、少し遅れちゃったんですよね、こう7レースからですけども、ここはやっぱり4コースの永井選手、それから5コースの福島選手の動きがどうなるかということで。 145はいはい45どうなりましたかねはいえー、っと長井選手 A1SG 出ますよね今度ねはいはい4コースからでもはい2着の方のラインを走ってますけどどうなりますかねちょっと結果よく覚えてないんですけどとりあえずやっぱりコースっていうのはやっぱり強いんだなっていうのはこれでねやっぱり出ますよね B1 の選手が頭。やっぱり競艇というのはやっぱりコースっていうのがすごく、うん、生かされる世界ですよねで。福島選手、やっぱり内側から、あの位置から食い込むっていうやりこ戦法も結構ね、あのー、ありなんですね、やっぱりね。<laughs> ただ、やっぱりここは A1 のねえ長井え氷哉選手。ね、氷って 珍しい名前ですよね。はい。てことで、はい。えー、ここまで来て、1着の方はやっぱり伏見選手で決まりって感じですけどね。もう余裕の逃げ。それから、はい、えー。長井選手。そしてその次は6の杉村選手、ね。B1 の選手ですけどね。はい。<laughs> なかなかね。えー やっぱり、後ろ向いてますね、はい、長井選手ね。ちょっと気になったんでしょうけどね、も、ま、う、あ、これはもうセーフティーリードですね。だから1、4で決まるんですけど、1と4だと安いかなと、私ちょっと3点のね、ボックス2連複なんでね、これ、ちょっと非常に、えー、頼りない数字になりそうなんですけど、はい。 はい。えー、ちょっとプラスに持っていくのを苦しくなっていくかな。やっぱりね、2連服でやってると、3点でやってるとちょっときついかな、っていうね。はい。うん、せめて2点でやらないといけないのかな、っていう感じをちょっと受けてますね。250円って結構多いんですよね。あのー、このパターンね。はい。一体いくらなのかな。これから出てきますけども。 <laughs> この空間結構ね嫌いじゃないですよ。競馬に比べてね、あの、早く気持ち250円かやっぱり。ってなるとまだ収支でマイナス50単位で,で、ここまででさっきの10円にプラスしちゃって、えー、マイナス160単位ということで、うーん。 当たって負けるという、まあこのパターンはね、やっぱり2点までに抑えないとダメなのかなーっていうちょっと反省がある,あるかな。はい。はい。えー、ここでちょっとまたね、1レース飛ばしてたみたいで、えーと、9レースが、あそうですね、ここは、ね、 浜野家選手のねあの出るレースでこれはまあやっぱり楽しみにしていたので、はいまあ、ちょっとねあの残念な、ねあのフ,ァールうん、フライングがあってね、えー、下手すると帰京するんじゃないかってねあの話もあったんですが帰京って東京の人ですけどね <laughs> まあだけど、カズ、まあ、ちゃんに言わせれば、まあ、責任感でねあの残って、えー、レースに参加していると。 でも私としてはね、あのまあ、撮影してる側としてはね、まあ、本当にいてくれて本当に嬉しいなと。で今回はちょっとねあの、場所が遠いところで撮ってるんでね、画像がね、こういうちょっと荒れてますけども、まああのまあ、こちらのね、第一ターンのところの、ねえー、ターンでどういうふうな動きをするのかということで、えー、<coughs> 6コースから、はい、名、え、家、ー、選手を。 中心に、えー、3連覆で、えー、9レースこれを望みました162か165すごいですよねこれね大まくりしてねがっつり入ってまくり差しということで、えー、ここで、えー、<coughs> もう一番頭いっちゃってますね <coughs> だからやっぱりねあのー、やっぱり東京の天才って言われるだけあってねやっぱり腕違いますよねうん やっぱり優勝のねあそこを走ってもらいたかったなーっていうのはね大きかったですね。もうなんか,なんか今回ね A2 <laughs> 落ちするんじゃないかってねコメントも残してるし、うん、まあ結局、出場回数はねあの削られちゃうんで、ねまあ、ただねあのフライングするとそこでね返還の金額がもう膨大だっていうんでね <laughs> まあその辺でもう本当ペナルティーが大きくなっちゃうっていうまあそういうパターンなんですけど <laughs> まあでも、この走りを見れて本当良かったなっていう感じはありますね。濱野屋選手、本当に、えー、やっぱり、うん、責任感の厚いえファンがいる、うん、選手ですよね。浜あそうですねあの阿波克也選手と濱野屋選手。ね あのこの2人に対しては、平和島のね、客のお客さんからのね、書き込みがあったんですけどね、やっぱり平和島の親父は、あ阿波勝也と、それから、えー、浜野家健吾、この2人のね、えー、の話になると熱くなっちゃうという、もう大好きなの、親父がたくさんいるんだっていうねあ、そういうふうな書き込みがありました、コメントにね。まあ、気持ちよくわかりますね、はい。 思い入れがすごく深いんでしょうねみんなねはい見事1着ということでねはい、えー、私もちょっと番号の方着順の方を移さないで、えー、こうやって優秀の日をね優秀の日は明日もあんだなはい、えー、とりあえず、うん、今日は天気だしねはい,、えー、今,日い今日はねあの決勝日のねあの朝にねちょっと収録、うん、編集やってるんですけどね621 すごいですね。はい。えー、1がね、A2 ですからね。はい。ということで、えー、ここまででね、えー <laughs> 2、2点で買ったんだけど、270円ということでね、3連覆、うん、270円ということで、えー、ここまでの出身、マイナス90単位の方にね、えー、ちょっと戻したかなっていう感じですね。はい。 以上でさあーって感じですか <laughs>、えー。はい。まあ、そういうことで、えー、次は、えー、どういう感じになるかな。当レースですね。はい、ということで、えー、10レースですね。はい、準優勝戦。はい。はい。えー、ここでやっぱり、えー、見なくちゃいけないのは、やっぱり、 佐久間選手と中野次郎選手ですけどね。さあ、どっちが上かっていうと、わかんないですよね、これね。これね、1、2がね、ダントツのね、あれだったんですよね。うん、やっぱりコースが強いっていうのと、まあ、実力、まあ、五分五分なのかどうかわかんないですけどね。ただ、わからない。もしかしたら、 2が行くんじゃないかということで2連複にした方がいいなと思ったらその目論み通りジロ、えー郎ちゃんが行っちゃいましたね。でちょっとね1のねあの佐久間選手がねあやばいかなと思ってこれ何、えー、?24 になるのっていう雰囲気もあってちょっと不安だったんですけどやっぱりそこはねうまく、うんね、内側に刺してきて。 えー、佐久間選手が2着を確保するだろうということになりそうな雰囲気で、まあ、こうなるとね、あの1、2の2連単にしなくて、えー、2連服にしたあー、そうですね、そういう作戦に切り替えた、はい、1点でいこうと思ったんですよ、もともと。これねすごいね 2連覆でもね、えー、1、2はね、結構ね、低かったんですよね。200円ちょびちょびだったかな。でもまあ、それだったら2点買うより、えー、ね、あの、ちょっと安全策で、2、1もあるかもしれないってことで、はい、2連覆にいたしまして、2、1、2。まあ、ちょっとこれはね、見事にはまったかなと。で、 ちょっと不安だったのが、配当がいくらなんだろうっていうね <laughs>、これでね2連覆は結構きついだろうなっていうまあそういうい予測はつきましたけどね、今回ね、でもね、中野次郎選手、まあそこそこ頑張ったんじゃないですかね、うん、まあ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 、まあ、いい感じで、えー、勝ちましたね。はい このレベル選手相手だと結構そこそこいけるのかなはいはい、はいえー、でもね、人気ある選手で、二郎ちゃん、頑張れ、二郎ちゃん <laughs>、ね。中野二郎はね、中野ラーメン二郎税はないっていう。はい、ということで、えー、がっくり来たのはね、1、2、はい、2連覆は150円ということで、終始は。 1>, ああ1点で勝ったにもかかわらず百じゃじゃ50単位。で、ここまでね、さっきの覆すことができなかったんだけど、まあ、とりあえず減らすことができて、40円、マイナス40単位まで、えー、戻しました。だとこの後ね、一体いくらになるんでしょうっていうところですが、どうなんでしょうね。はい、えー、これはね、えーっと、11レースですけど、三隅選手と福島選手とかね、 A1A2A1A2B1、えー、とあとは A1 っていうのはね準優勝戦なんでねそれなりの選手で、えー、ここはね、あのー、12って来てますけどまあまあまあでも内側から指してきたねこの選手がいるんですけど実はですねこれ123132って私書いてるんですけど。 これね、あのー、笑えない話だ。ちょっとね、この時間でね、さすがに疲れちゃってね、何を打ち迷ったか、私ね、12レースのね、宮原選手たちを見てね、1、2、3とかね、書いてね、出してね、後でね、気づいたら、あっ、一見ね、俺11レースだったわ、これ、っていうことで、12レースを見ながら、ね、11レースの、 予測を上げてしまったっていうね、これね、えー、実は本当に大失敗したなと思ってね、これはね、実は、12レースに上げるつもりの、<laughs> あのー、予想でした。と <laughs> いうことで、当然負けるんですけども、まあまあまあ、えー、っとね、ただね、三隅選手ね、これ、随分、あの、オンズを見てもね、かなり、 えー、押さあ押してもらってたみたいですねでもちょっとこういうところで今一つうんやっぱりここはね1着取らないといけなかったかなって思うんですけどねうんまあ,あこの時は確か2着だったような気がしたけどねはいはいえー、まあでも うーん4番の相原選手がうまいことね、えー、第1ターンのところで抜いたのかな。ちょっと私、ちょっとちゃんと今見てなかったんですけどね。はい、えー、三ミ選手、玉川のカリスマと言われた、現在57ん7歳。はい頑張ってますね。はい、相、えー、原選手。 えー、年明って読もうのかな。412。これはちょっと荒れましたね。はい。当然、私も荒れちゃいますねって感じではい。マイナス200単位を取られてしまったので、ここまでで、ま、収支が240単位ということで、しかもこれね、万馬券じゃねえや、満州が出ちゃいましてね、1万5340円。 ああ、うん。まあ、もともとちょっとこれは取れなかったかな。あ、わからないな。やってたかもしれないな。うん。はい。はい。次ですね。はい。えー、12レース最後ね、これで、えー、なんとか逆転しなくちゃいけないってことで、はい。えー、宮野原、大本部ですね。はい。これと、あと、長井、うや これがやっぱりそうですね、今回の SG に出るのがね、あの長いですからね、人気のある選手、イケメン選手ですけどね、これで1、2、3、1、3、2、1、3、4、3連単ということで、えー、勝負をしようと思ったんですけどね、まあ、幻想的なあこの球協定ですけどね、あの皆さん来てください。で研究師匠のところにね、切ってね、 あと、ね、そういう師匠、師匠以外にね、まあ、8人衆ですよね。うん、あの、それぞれ自分に合ったね、えー、剣っていうものが、あの、まあ、考えてるね、えー、予想屋さんいますからね、まあ、そういったところによってって、まあ、コミュニティを楽しんでいただきたいということで、はい、えー、ひょうや頑張るかっていうところで、えー 宮野原、やっぱり頭いきましたね。これはもう確定なんですよね。最初から分かってたんで、あとはね、三浦、啓太か、兵ょやがどういうふうに動くかっていうことなんですけど、三浦が、三浦とかね、えっ、ー、と <coughs>、この氷ょのね、どっちがね、えー 2番手に来るかっていうところでまあ一応買ってるんでねこの3点が来るっていうことでまあでもここに4が来てくれたらいいのかなっていう感じで今見てたんですけどねあのー、まあ 僕的にはこのレースが事実上の優勝戦みたいなあメンツが揃ったなっていう感じで見てたんですけどまあ私的にはねなんか宮野原がね一、まあ、優勝するだろうなっていうただここのところね優勝するなって思う選手がね結構ね優質で出てきても1コースに来た選手がね結構負けてんですよね。 必ず1着になるだろうなぁと思ってもやっぱり緊張感とかそういうのあるんでしょうね、まあ、結構まくられてやられちゃうっていうパターン結構見てますねはいこれでね3でねはい、えー、13はねこれで決まりっていう感じになりましたねはいセーフティーリードになりましたからねでえー と3着に何が来るかっていうことでやっぱり2が来たかどうかなっていうところかなうんうんはい132132はい、えー、一応取れましたねえっ、ー、とねいくらだったか俺ちょっと忘れちゃったんですけど、ね、今から終始見ますけどねはい 忘れちゃってたんですけど、なんとね、<laughs> やっぱ3連単、威力ありましたね、700円でしたね。はい。<laughs> といってもこれ、3連単でね、700円だから安いんだろうけどね、ただ3点で700円だから400、400円の、400単位のプラスで、総合収支は160単位ということで、 この日はやっていたら、100円でやったら160円、1000円でやってたら、それが、えー、もう一つ単位がついてという感じですね。丸がつくという感じで。はい。ということで、まあ、とりあえずプラスになったっていうのは、まあ、ちょっと気持ちいいですね。11レースでもう息切れして、11レースのレースを12レースので見ていたというね、<laughs> とんでもないあれだけど、結局これはね、 取れないんでですよねあの満州でちょっと私はまだ満州を取るだけの,あの予測力がないので、まあ、これはしょうがないなという感じですねやっぱり2連単とかね2連服やっぱね3点以上買うとちょっと厳しくなってくるのかなでもなかなか当てるのもね難しいのでね、まあ、今回とりあえずこれだけどやっぱり逆転かましたのはあ3連単を当てたとこですね うんだからこういったところで、えー、何度かね、えー、キャリーを積んでいくと、まあ、当て方はねだんだん分かってきたなっていう感じですね確実にね競馬よりは当てやすいですね、はい、であとやっぱあの癖がね一人一人の癖があるからその癖を覚えていくっていうことはやっぱり大切かなと、うん、あのー、ねえ予想屋さんもね私はコンピューターでやってると。 私は理論でやってるっていう人もねいてね人それぞれ違ってて、まあ、それもね私も勉強になりましたね、まあ、今回、えー、そうですねやっぱりまあ、総括としましては結構あのね遊べるなと1、うん、日結構遊べるなっていう感じですねはいあの焦点数で、えー 2連服あたりでやってれば、まあ、まあまあまあ遊べるなという感じはありますね、まあ、今日はどういう形であるか今日ねあのさすがに疲れちゃったんでね <laughs> いやーあのね、うん、予想してそれアップしてそれ結果もアップして撮影してっていう感じでねほんはね撮影してる間ずっと喋ってたんですけどねなんか あのーまあ、ビデオの構造上喋ってもあんまり自分し私の声入らないんでね、まあ、新たに取り直したという感じですけどねあの声に関してはねはい、えー、とどうでしょうかね、えー、今日で楽しいですかね私は楽しいですねのんびりできて、うんまあ、こういう世界もね、あのー、こあのうまいことやればねあの楽しめるけれども ギャンブルって僕もね、すげえ長いんですよ、実は。うん。あの、まあ、競馬の方ですけどね。やっぱり、えー、研究できるっていうところが面白いかな。うん。その辺ですね。うん。あの、ね、ものすごい金額かけたりとかしなければね。はい。あと、下手くそだったらどん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 金額減らしてやっていくしかないしね。 そうやるのがやっぱギャンブルを続けるコツですよね。そうすればね、ほら映画見に行くんにしたって、ね、今2000何歩でしょで、交通費払って昼食なり夕食なり、で、友達と行ったらまた酒飲みに行ったりとかするじゃないですか。で、帰ると結局2万円ぐらい使ってたって話になるけど、協定上だったらね、やっぱり1万円あればね、あの、 1>, 1万円吸ったとしても1、1日1万円で遊べたっていう感覚でやればいいのかなっていう。うん、で、まあ、その人のね、給料とかのね、額から見て1万円が高いと思ったら、1日に3000円以内に収めるとかね、まあ、それはもう自分の実力範囲でやるっていうことで、うん、決してね、サラリーマン、うん、サラ金だとかね、そんなもん借りるようなね、やり方やってはいけないなって、まあ、そんな風に思っておりますけども、 はい、えー、じゃあそういうことで、えー、今日はこの辺で、えー、この喋りながらやるっていうのはね、まあ、なかなか僕嫌いじゃないんでねわ、はいえーわー,ー騒ぐねあの取った取ったやったとかねひか光さんひかるなんかがやってるようなことはね私はちょっとあんまりやる気ないんで、えー、いやもうそんな年じゃないしね。はい まあ、淡々とやって、淡々と一日に終えたいと、まあ、そういうふうなギャンブラーでありたいなと、まあ、そんなふうに思ってる次第です。えー、とりあえず名称をね、カメさんという名前でやっていこうかなと思ってますので、まあ、そのうち今そういうふうな動画も作りますけどね。はい、えっ、ー、と、皆さんのね、あの作って欲しい動画の方向でね、作っていこうかなとは思ってますので、まあ、一人おがりのね、そういう動画だとね、なかなかね、伸びないんでね。はい、もしね、 これずいぶん長くなったから、聞いてる人いないと思うけれども、最後まで聞いてくれた方、本当はありがとうございました。それから登録者1000超えました。ありがとうございました。あとは、まあ、視聴時間どんどん伸ばしてね、4000時間超えたら、まあ、うちも私もね、えー、やっと、ただ働きがなくなるという感じですけどね。はい、一応これ専業で私、えー、他にもチャンネルやってるんですけどね、はいえー、一生懸命、えー、まあ、マジで頑張ってやっておりますので、どうぞよろしくお願いします。 えー、今日でカメラマンチャンネルのカメさんでした。では、よろしくお願いいたします。以上です。